遊び心ですかねみたいのもやっぱり持ってると、よりその自分が持ってるその目標が達成度が早いような気がします。もうちょっと視野を広くして取り組んでいくといいのかなというふうには思いますけどね。スキーの上で動ける幅を広げるっていうのが、そのよりいろんなところを楽しく滑ることにもつながるのかなとは思いますが、ね。